足のフォームローリングフォームローラーフォームローラーは、理学療法士やアスリートが用いる器具、自己筋膜リリースを行うフォームローリングに使用される。様々な部位に用いることが可能であるが、用法としては、フォームローラー上に身体部位を置き、発通点か過敏点を見つけ、30秒から60秒かけて圧力を加えるものである。サイズは、標準的なもので、直径15センチメートル。 長さ 30cm であるが様々なサイズが存在し、長さ 90cm に達する背面の筋肉に用いることができるものも存在する。密度も様々であり、しばしば商品の色で識別される。フォームローリングを新たに始める場合や、凝り固まった部位や痛みの強い部位に適用する場合には、柔らかいフォームローラーが適する。使用法の例、ザフォーム、ローリングガイド。 2015年1月31日閲覧。使用法の例。セラバンド、ホームローラーと、セラバンドラップ。ハイジェニック。2015年1月31日閲覧。マイケル・ボイル、ホームローリング。 トレーニングコンディショニングマガジン。http://www.strengthcoach.com p u b l i c 1303.cfm2015 年1月31日閲覧サイズオブベストフォームローラー。stetsports.com St 2016年3月13日閲覧。 coreconfan.com 体幹トレーニングの日米差の一つストレッチポールとフォームローラーの違いについて coreconfan.comhttp コロンスラッシュスラッシュ coreconfan.com スラッシュ t o s h i r e p o スラッシュ19242015年2月2日閲覧ありがとうございます